始祖にこう伝えるんだ。すべてのエルディア人を今後永久に子供を作れない体にしろと。地ならしで連合軍を潰すのはその後でいい。すべてのエルディア人を安楽死させる。エレン、こんなふざけた計画、俺は到底受け入れられない。悪いが兄さん、俺はここに来るためにあんたに話を合わせていただけだ。エルディア人がいる限り、この地獄は終わらないんだぞ。お前がここでやらなければ、この先も殺し合いは終わらない。俺たちが繰り返してきたことがずっと続く。なぜだ、エレン。答えてくれ。俺がこの世に生まれたからだ。始祖ユミル、俺に力を貸してくれ。やっぱりかよ、エレン。お前だけは分かってくれると信じたかった。これもあの父親に洗脳されたせいなのか。これはどういうことだ。お前が目を覚ますまでの長い時間で俺は多くを学んだ。始祖は何でも作れる。こんな土くれの鎖でも王家の血を引く俺が求めればな。俺は歴代の壁の王と違い、初代王の思想に染まらぬままここに到達した。そして気の遠くなる時間を始祖と共に過ごす中で、不戦のちぎりを無力化していくことに成功した。絶大な力を持つ始祖ユミルだが、その証